でもしあんなね、うん、奇跡と偶然とまぐれと幸運と神女と天佑と行幸がなかったらどれ一つかけても日本は滅亡していた。そうね。ちなみにもし日本が滅亡してたらどうなっていたんだろうかということをね、うん、なかなかみんな想像できないみたいで、うんうんうん、ちょっとこれをね紹介しようかなと思ったんですけど、うん、実はね日露戦争の直前に中国ね、北進事変っていうのがあったんですけど、あの時にロシアがこれに乗じて軍を出したんだけど、当時ね中国とロシアの国境がこの川沿いにあったんだけど、その川のね田舎に、ブラゴベスチェンスク村という小さな村があったんですが、ここに通過したロシア軍が何の罪もないただの村民、うん、戦闘員でも何でもない村民をみんなこのね、川に、追い込んで皆殺しにしたという事件が起こります、うん、この事件がまあね、2万人とも言われてるけど、まあ、3000人とも言われてるんだけど、まあ、村人も老いも若きも女も男もね、皆殺し、にされてるの でそのままロシアに満州に、居座ってしまって、はいはい、もう動かない、はい、ちなみに、北京議定書が結ばれると撤退しなければいけないという項目があったにもかかわらず、うんうん、それを無視して居座り続ける、はい、ここに居座り続けられると日本はもう滅亡決定なので、はい、これが日露戦争につながっていく、はい、ということになるんですが、はいはいはい、このブラゴベスチェンスク虐殺事件が日本に伝わると、うん、なんて恐ろしい民族だと、うん、何の罪もない村人を皆殺しにする、うん、あんな連中が、ね、満州から朝鮮、朝鮮から日本にやってきたら、うん、日本民族皆殺しにされるぞ、うん、というわけで、震え上がってもう上から下まで右から左まで日本国民が結束するきっかけになった事件です、うん、だからねロシアという国は昔から新しい領地を手に入れるとそこに住んでいた人たちを皆殺しにしてジェノサイドしてロシア人を植民するということを繰り返してきた国なので、そうそうそう、だからそういうこと平気でやります、うん、もうこんなんねもう小規模な方です、うん、だから太平洋戦争が終わった時もね、あの時も日本は今北方領土北方領土って言ってますけど、北方領土どころか北海道から東北までロシアの占領下に置こう、まあ、置かれる寸前まで行ってました、まあ、日本四分割説だったからね、そうそうそう、あれかなり際どいところまで行ってたんだけど、そうそう、もしあんなことになっていたらロシア何しでかしたかと言ったら、まあ、日本国民の東北以北の日本国民を皆殺しにし してロシア人を植民していたでしょうから、そうそう、まあ、最低でも日露混血になっていたでしょうから、うん、もうね、日本国民はもうここにいなくなってます、ここに ね、 そうね、というね、だから僕ね先生ね、うん、こういうこと、まあ君死にたまおなくらなんかもありますよ、うん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 、予算発表のね、まあそれはまあ弟だから、まああの死のように、まあ母親が一生懸命育ったあなたが満州で死んだらいけないって言ってるけど、うん、その戦争っていうのはの兵隊さんがなぜ偉いかって言ったら、兵隊さんが死ぬのは5万人だと、しかしその5万人が兵隊が死ななかったら後ろにいる女子ども含めた国民が200万人とか500万人とか殺される。そうだから死ぬ比率から言えば兵隊がやっぱり出てって国を守るとは正しいんだって言ってもね、全然ダメもうね、もうリベラルの連中とかいるんですよ、社会統一の崩れが、それがね、武田先生そういう考え、そんなロシア人はひどいことしませんよとこう来る、それでロシア人じゃなくてねアメリカ人がねインディアンを皆殺しにしたことすら認めない。あら、ね、だってインディアンって何、いやアメリカ人認めてますよ別にあアメリカ人は認めてるけど日本のねあの文化人が認めてる、うん、だ本人が認めてるのに、そう、あそう、日本人が認めないんだ、認めない、絶対認めない、だからそのインディアンが言葉が通じないな、インディアンが1000人ぐらいになっちゃってよ何十万っていた、あの200万ぐらいいたかな、それはインディアンが全部殺されたと、それはやっぱり全部兵隊が負けたからですからね、だから兵隊っていうのはあのものすごく効率がいったら兵隊に失礼だけど、兵隊が死んでくれる、まあここなんかでも、まあ、満州でものすごく死ん、まあ、両陣で死んだわけだけど、しかしあれで5万人死んでくれなかったら日本人が 何百万とか殺されるわけですよ、うん、あの当時なんかね 20% くらいって計算値もあるんですよ予想値、日本人の 20% だから5000万人いたら1000万人、そのくらいが
多分日本がソ連に占領され、ロシアに占領されたら殺されるだろう。間違いなく殺されてる。もっと殺されてるんじゃないかなと思いますよ。もっと殺されてるんです、私はね。だってあの世界の歴史を見ると、その今先生言ったようにもうそこを全滅させて入っていく、全滅させて入っていくわけだから。だからスターリン時代に、うん、ウクライナの民をね、うん、あの皆殺しジェノサイド作戦をかけて、そうそう、ほんで死死類々のウクライナにロシア人を入植させる。そう、だから今でもウクライナの東部にいる人たちはロシア人で、ロシア人、西部にいる連中はウクライナ人なので、だからウクライナの問題が起こっちゃう。起こる。それと同じことがここで起こりえたんですよ、ね、そうそう、で今でもやや中国のチベットとかウイグル、もしくは内モンゴルにそういう気配があるというのは、それはもちろん今の中国が悪いんだけど、うん、ほとんど歴史はずっとそうですからね、うん、だからただ日本だけが手の上がいたおかげと僕思ったりしてるんだけど、うん、そういう皆殺しはなかったですからね、うん、せいぜいなんかどうかちっちゃい村の誰かが死んだ、殺されたとそのくらいだったから。もうそういうこと言うとなんか反対になるんですよ。日本だけやった、秀吉の担ぎ殺しがあったって言うんだけど、そうそう、あ、例外が出てくるんですよ。例外なんかあるに決まってるっていうね。つまり本当にその織田信長のね、比叡山、あれも実際にはかなり小規模だったっていうことが最近分かってきてるけど、あったにしても規模が異常に小さい。全然小さい。もうこのあ、ね、大陸民とは規模がまるで違いますからね。そうそうそう、あのだからこのプラゴペシチェンスク事件、うん、ブラゴペシチェンスク、これはある意味では日本にはプラスになりましたね。そうなんですよ、ね、だからね、うん、このブラゴペシチェンスクの村の村民は悲惨なんですけど、うん、これをやってくれたおかげで日本はね、そうそう、これは偉いことになったというわけで、そうそうそう、もう本当にね、右から左まで上から下まで、まあ、いろんな考え方の人がいるにもかかわらず結束するんですよね。そうそう、これはね、日本にとってやっぱりね、転入であったと言ってもいいかもしれない。この頃は NHK はないけどね。いつも NHK の文句言ってるのはNHK はこういう事実をちゃんと報道すれば日本人の考えが変わるって言うんですよね。次行きます。はい、次行きましょう。で、そこで今度はね、旅順艦隊も壊滅しちゃったので、実施前はね、そこでニコライは、じゃあ懐刀を出そうというわけで、地球の裏側にね、バルチック艦隊と書いてあるんですかね、あのバルチック艦隊をね、大西洋からね、アフリカを乗り越えて、そしてインド洋を乗り越えて、そして、このね、ウラジオまで、入港させてやろうと目論みます。でもね、この日本までやってくる際に対馬を通るのか津軽を通るのか、うん、宗谷を通るのかはね、うん、実はニコライもね、艦長にもうお前が決めると、俺が命令を出してどこそこ通れって言うとその情報が漏れるかもしれない、うん、もうお前がここに来てから決めなさいと、いうことで誰にも言わないままここまでやってくるっていう、ね、と日本連合艦隊が3セットあればここに、ね、うんうん、1セットずつ置けばいいんだけど、もう日本が全海軍をかき集めて連合艦隊作っても1セットしかないんですが、それでもバルチック艦隊よりもはるかに少ないので、山レーダーありませんしね、人工衛星ありませんし、そうなんですよ、 GPS も何もないからね、もう肉眼のみですから、目視のみですからね。しかもあれ意外と遠くまで見えないんですよね。あ、見えない、うん、あ、地球が丸いからね。そうなんですよね、全然見えませんからね。ということで、東郷平八郎はもう対馬だと、うん、絶対対馬を通ると、うん、山張って、うん、もう山なんですよね、うん、ここに待ち構えてるという事情があります、まあ、そういう意味では東郷平八郎が連合艦隊司令長官になった時に、うん、なんか海軍の大臣だかなんだか偉いのがなんで東郷にするのかっつったら、うん、いや運がいいからだ、そうこれね、それも私子供の頃にね、その話聞いた時にそんな理由かよと思って聞いたんですけど、大人になってから学んでると、歴史を学んでるとね、実はね、どんな業界どんな分野においてもこうピラミッド構造していて頂点に君臨する人がいて、そういう人たちのね、人物の歴史をずっと世界史を勉強してると、頂点に君臨する人の共通点は才能がある人じゃなくて、うん、運の強い人なんですよね。そうそう、だからあの運の強い人だから選んだっていうのも生実家ね、いやそれおかしくないんだなっていうね。これね、僕なんかサラリーマンやってましたでしょ、うん、そしたらそういう頂点になる人いるの、そしたらみんながね、あの人は能力がないとかなんか言うんだけど、うん、いやね、頂点立つ人ってね違う運で行くんですよ。必ず見てると、うん、そのね、一番優秀なんですが頂点行けません、うん、それが分からないアホが言ってるからね。あなた全然ダメじゃないかって言いたくなっ
そういうことってよくありますよ。だから東郷平八郎のやっぱり愚直さっていうのもあるし、しかも運がいい、徹底的とか、こういう諦めない、諦めない、こういうのはね、だから後でまあ次回に出てきますが、日露戦争のこういう偶然の日本に幸運のつながりっていうのが、諦めない、頑張る、最後までやるっていうのがもたらしたものか、そう、それとも歴史の大きな うねりの中で、うん、まあ神様が日本にこれは勝たさなきゃいけないと思ったか、難しいと思うんね。その辺のことをまた後で説明しようと思ってますけどね。はい、次お願いします。で、その時に、あ、その前にだ、奉天改正の話を、奉天改正の話するの忘れてました。じゃあ奉天改正の話をいたしましょう。そう、奉天改正の方が海軍よりかちょっと早いから。じゃあちょっと次のページ。ちょっと次のページ。これじゃない。あれ、奉天改正、あ、前かもんじゃん。奉天改正前。奉天改正はね、なんか詳しい図がなかったような気が。ちょっとあったんですけど、ちょっと前に見せてもらえますか。これです。これですね。これですね。はい、これ。あ、これで十分だ。ということで、先ほどね、この王緑光の戦いで勝った第1軍が、さらにね、ここが主力地、戦地ですので、はい、ここに向かって走っていきますね。はい、で、第4軍が編成されて、大古山から北上していく。なるほど。そして、第2軍をね、第2軍は行くと。第2軍行く。そして第3軍も、うん、ね、203高地から両陣を落とすと、こちらも向かってくると、うん、いうわけで、この三方から、東から南から西からね、奉天を攻め立てると、こういう構造になります。でこれがね、当時、クロパトキン率いるところの、うん、ロシア軍が37万、はい、とてつもない大軍です。で日本陸軍がもうかき集めるだけ、もうね、全軍です、1軍、2軍、3軍、4軍、全軍かき集めて25万、うん、1.5 倍です。だけど25万対37万の陸戦っつったら、歴史的にも多いほどですね。ものすごい、当時はもう空前です。そうでしょ、うん、いうわけで、もう空前の大陸戦と、うん、こういう状態で戦うんですが、もうね、こちらは守る側。ロシアは守る側、うん、日本は攻める側なんですけど、うん、こういう時は攻める側の方が被害が甚大です。で、まずね、この第1軍と第4軍と第2軍で、こう囲ったんですが、なんとか旅順を落とした第3軍が、うん、援軍に駆けつけて、この北をね、退路を断とうとします。でクロパトキン将軍というのは乃木、マレスケ、大将を非常に高く評価していたので、ここで北から攻めてくると非常に焦って、こちらに主軍を置いていたのに、はい、この主軍をのけてでも第3軍に向かわせるので、はい、乃木軍ね、実は壊滅寸前まで追い込まれてしまいました。ということで、戦っていましたが、乃木軍は旅順で、まあ、大損害を受けて、受けてました。まあ、これは評価は別にしても大損害を受けて、うん、だけど、まあ、一応二礼三高地を取って、うん、まあ、児玉の参謀長のその貢献もあるかもしれないけど、うん、まあ、とにかく取って、だけども5万からの将兵を失ってヘトヘトになっていった。そう、そしたらだからもうすでに満身創痍だったんですよ。そうそう、すでに満身創痍だったのに、クロパトキンに主力をかけてくるので、るから、もう壊滅寸前まで追い込まれるんですが、だからその当時クロパトキンにもロシアの将兵にも乃木神話というか、そうなんですよ、乃木が来ると勝てないんじゃない。そうなんですよ、だからものすごい、クロパトキンは高く評価していたので、もう乃木はあの軍隊はもう壊滅寸前で、実はこちらもね、もうすでに限界が来ていて、もうあと1日戦えるかと、もうあと半日で崩壊するんじゃないかっていう状態の時に、突如クロパトキンが我包囲されたりと本部に、電報を打って撤退を始めます。なるほど。だからね、よほどビビってたんだなと、そう、ね、いうことが分かるんですけど、これね、ただクロパトキンは後でね、あれは撤退ではないと、あくまで戦略的撤退であって、バックハンドブロー、後手の一手といって、相手を引きつけるだけ引きつけて叩くっていうね、先ほどナポレオンでね、ロシア遠征の時もそれです、はいはい、ロシアは戦わずに引くだけ引いて叩くっていうね。あれでやっただけであって、うん、逃げたわけではなくて、うん、あくまで、バックハンドブローでやると、うん、戦略的撤退でやる、うん、確かに本当にそうだったかもしれない、うんうんうん、だからでもね、まず撤退するって言った時に、こちらロシア軍は37万でしょ。そう、あまりにも兵力が多すぎて、撤退するっていうと、戦っていた前線で戦っていた連中はね、俺たち負けてるの、うん、っていう状態で、うん、動揺が走る、はい、この動揺が走ってる状態の時に
法典始まって以来の大砂塵と言われるね。砂塵でしたねこれはね。砂嵐が霧じゃないんだ起こって、あそう、しかもね、しかも南から来る、そうなんですよ、南から砂塵が来たもんだから、日本軍は背中だから別にいいんですけどロシア軍は前から吹きつけてもう1メーター先も見えないような砂塵だったので、うん、目が開けられないと、うん、そこに日本軍は風に押されるようにして進撃してくるので、うん、こちらはね撤退だという命令が来てるのに、うん、俺たち負けてるのかっていう状態で砂嵐、恐怖に駆られてるところに日本軍というわけで、うん、パニック状態に陥って壊滅的な打撃を食らう、うん、これもね砂嵐が起こっていなかったら整然と撃退してそうちゃんと、ま、反撃してくる、バックアンドブローが成功した可能性高い、あそこで引かれたらもう日本軍は進撃する力全くなかったので、もうすでに壊滅寸前でしたからね、いう状態だったのに、なぜかあこれもよく分かってないんですが、クロマトキンが我包囲されたりという電報を打って、もうあと一押しのところで撤退の準備を始めた、そのタイミングで大砂塵が起こったっていうね、これも天佑、この前の日か前の前の日ぐらいに乃木の軍が満身創痍ではあったけど、うんうん、頑張ったことは頑張ったそうなんですよ、でしょ、そうなんですよ、それがやっぱ効いてるんですよね、効いてる、それがね、あのクロマトキンがもうこっちはもう戦えない状態でも戦っていたのに、クロマトキン側はね、ああもう次押されたら退路が断たれるかもしれん、退路断たれたらえらいことだって言われて、断たれる前に逃げようって思ったみたいです。そう、ああそう、だからクロマトキンがまあよくいろんな意見があって、痴傷であるというのとバカであるというのと2つあるんだけど、うんうん、どうですかね、まあ、なかなか優秀だったと思いますよ、優秀だった、ただあ必要以上に乃木を恐れすぎちゃったかなっていうね、ああそういう感じですよね、うん、だけどやっぱり僕はそれをあの話を昔知った時にね、うん、やっぱり満州で満州のあの旅順の戦いはもうちょっとこの次回でも詳しくやってほしいんですけど、まあ、伊地知参謀長もアホだったし、あれがね、まあ、乃木と将軍としてはちょっとあれだったけど、うん、だけどあそこでいくら犠牲が出ても取ったと、うん、いうことがやっぱり本体に影響があったんじゃん、もうロシア側としては旅順なんかね、あの2年攻めたって落ちないっていうね、絶対の自信があったのに4ヶ月で落ちたと、そういうことで乃木はすげえぞっていうところで恐れたという、だから5万人、まあ、日本で言えば日露戦争の被害者は被害の陸軍はほとんどあの旅順で出た、うんうんうん、これでも他の人も他の将軍もえお前とか4万とか5万とかも兵を失ってんのかと、こういう感じだったけど、桁が違うぞって言ってましたからね、桁が違う、ところが事実はその4万5万が死んでも取ったから、そうだから戦いっていうのはもういくら損害が出ろと取ればそうやっぱ相手は恐れると、そう、それが本店には少し聞きましたよね、これは多大に来たと思います、多大に、もうねここで乃木が来たってのは大きかったと思う、だから乃木はもう満身創痍でもすでに戦えるような状態じゃなかったのにそれでも参戦した、でもそのおかげでクロパトキンが撤退命令を出してくれた、なるほど、多分ね1軍4軍2軍だけではねおそらくクロパトキンはね、撤退命令出せなかったと思います、なるほど、まあ、それでそこに大砂塵が来た、そうそのタイミングで、そう、それでね、しかも南から、南からね、うん、だからまあこの本当にこの日露戦争における数々のこの幸運っていうのがどういう仕組みになってるかっていうのは僕ら科学者でもやっぱり相互の連こうね天佑のコントロールっていうのがどうか、それでクロマトキンが逃げて砂塵が来たから一旦撤退してなんて思ってたけど、もうあの混乱した撤退ではどうにもなんな、そこです、で大混乱に陥って大損害を被ったんですけど、それでも37万なの でこちらはもうすでに、満身創痍だったので追い切れないんですよ、で、逃げていって北まで逃げていって立て直そうと、実はクロパトキンはしてたんですよ、ところがここでまた転入が起こって、ロシア陸軍大将この人の上官ですね、ああクロパトキンが切ったんでしたかね、サハロフが我々は負けたのだって言っちゃったんですよ、ああなるほど、クロパトキンはね負けてないって言ってるんですよ、ああなるほど、にもかかわらず上司が我々は負けたのだって言ってお前は敗戦の責任を取れって言ってこうでしたクビになっちゃった、まあなんかね多分ねクロパトキンとねサファロスがねなんか関係あるかしがらみだったんだと思いますよ、なんか分かったんじゃないかな、そのせいでまたイギリスがね日本が勝った勝ったと喧伝してくれるんですよ、あそこでね、クロマトキンを切ってなかったら、そしたらもう日本は全く戦えないのでやっぱり負けです、
僕はね、やっぱりロシアの陸軍と日本の陸軍が戦って、まあ、もちろん日本が勝つことあるけど、非常に奇跡的ですよね。本当にね、こんな奇跡あるっていうね。そうそう、ドラマでも認められんよこんなのっていうね。 そうそれぐらいね、次から次へと日本が倒れそうになると奇跡起こって助けてくれる、倒れそうになると天狗が起こるっていうのがね、起こり続けるっていうね。でここでもう日本は陸軍が完全にほとんど消滅状態だったりしたので、はいはい、もう次はないと。で日本のね、本国ではよしもっと追えってね、もうバイカル湖まで追えって言ってるバカみたいだけどそんな力は全くない。そうだから、もうあとはもうね、終戦のタイミング、これをもうすでに測っていたんですけど、ニコライはさっきも言ったようにまだ負けたら海軍があると。そうバルチック艦隊がウラジオに入ったらもう我々の逆転勝ち。その時にはバルチック艦隊は回遊途中でしょ。そうそうそう、もう出てます ね。ということで、じゃあ日本はどのように戦ったのかということで、ちょっと次のページ、日本海海戦の地図です。だからもっと次です。日本海海戦はね、次回にしようと。あ、そうなんだ。はい。あ、じゃあもうこれでおしまいで。あ、ですか。じゃあちょっと僕はここでまとめてね。じゃあ分かりました。今日は大変に予想よりか多く進みまして、方天海戦まで行くかなと思ってたんですけど、方天海戦まで行きました。それでまあ最初のことから、お旅行の渡河作戦から、航海海戦から。まあ旅順はちょっと今日触れられなかったんですけども、方天海戦まで、まあ、大小を取り混ぜて、この問題は神野先生が言及されてたようにですね、どこでも負ければ日本が滅びるみたいな状態だったんですね。一つも負けられない、ね、そうそう、一つも負けられない。その時に負けるような状態になってるのに、霧が出たり砂塵が吹いたりね、もう雲が出たり、そう、どっかに当たるはずのない弾が行ったりね、しかも2連発2連発ということが起こった。でこれはちょうど日本がもう欧米に囲まれて、まあ、必死になって戦った日露戦争の、あと日本海海戦がどうなったかというのも、これも極めて重要なことですので、これを次回にやってですね、そして日露戦争とはどうだったんだ、我々は何をここから組み取ったりしていかなきゃいけないかということを次回にお話をしたい。そうですね、はい、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。また次の時を楽しみに皆さんお待ちください、はい、それじゃあこれで終わります。どうも失礼します。To the splendor.